この激辛カレーこれ無理だこれ軽っ。いや、酸っぱ酸っぱ、この激酸っぱ冷やし中華マジでやばい、やばい、下ピリピリする、下ピリピリする、本当にやばい。どうですか、無理そうですか、ギブアップで、ギブアップで、無理ですか。やっぱりお前を超えるチャンピオンっていうのは出てこねえのかな。食ったんか。すいません、はい、すいません、ギブアップしました。しょうもないな。すいません。挨拶してる。よっこらしょ。この人はなんかすごい人だな、かな。お前ら知らないのか。この男はな、何でも食べ尽くす二刀流の大谷さんだよ。もしかして、メジャーリーガーの大谷選手とは。あ、別にそれとは関係ないんだよ。違う。別にそれとは関係ないんだけど、フードファイターの大谷さんです。フードファイター。野球はな、できへんけど。できねえ。フォークは得意やで。お上手。何言うの。店長。はい。激辛カレーと激酸っぱ冷やし中華。はい。はい、持ってきて。どっちもですか。ああ。いけますか。お前ら。いや絶対無理だな。すごい自信ですよ。かしこまりました。はい、持ってこい。そうですよね。腹減っとんじゃ。わかりました。かしこまりました。少々お待ちください。でもさ、あの人完食できんのかね。結構細いよ。うっさいの若造。あ、すいません。超激辛カレーと、うまそうやろー。すごいな。激酸っぱ冷やし中華です。おすげえ。うまそう。うまそうなんだ。うまそうやな。本当ですか。うまそうやな。脱落者アルコール。あ、すいません、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、ありがとう。じゃあすいません、消毒の方。はい、はい、はい、はい。うまそう。おぉ、今日早くってな、プロ野球みたいな感じでな。プロ野球。ああ、早くって見る側なんだね。ちゃちゃっと食っていくわ。大好きですよね。おぉ、大好き。ほなプレイボール。ほな、行こうか。さあ、大谷さんの挑戦が始まりました。ここからよっしゃーで参ります。おぉ、見たけよ。はい、2つの激辛と超酸っぱ料理、どちらから。さあ、カレーの方手に入れた。カレー、カレーかしてもらうわ。さあ、コメントなします。大きくいくんじゃない、あの人。一口目すごいでかいんじゃない。大きくいくさ、女も。いって当たり前なんだ、これは。手を行く、口が動いてる。ちょっと、いくで。あ、ほな、プレイボール。お、もう一発、もう一個じゃ。あ、やった、これやった。これやったら。なんかモンハンのモンスターみたいになってる。モンハンみたいになってる。店長大丈夫ですか。店長大丈夫ですか。何がですか。なんか様子おかしいけど。あ、なんか全然ダメなんじゃない。いやいやいや、俺が弱くないかって。どんなスポーツもやっぱピンチがあってチャンスがあって。そうね。何がドラマですか。もう一口ぐらいいかないとね、多分時間ないんじゃないですか。やばいんだ、もうそんなやばいんだ。そんなですかね。うまいな。ま、じゃあ行ったってください。もう一回ぐらい行ったってください。ちょっとも、いや、もう一口ぐらい。うわ、うん、これいっていいか。あ、どうぞどうぞ。交互に。だから両方とも食べないといけないんですよね。そうです、そうです。どっちも食べきどっちもって大丈夫ですか。何してるん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 ですか。何を、あ、何をそんな慌ててらっしゃるんですか。これすごい。これすごいってなっちゃった。時間はないんでね。ダブルパンチやる、これ。あっ、食らってます。あ、食らってんのかな。食らって、二刀流食らってます。2個気持ちいいですか。水持ってこい。あ、水、はい、わかりました。水とか飲むんですか。水いるんだ。
すみませんごめんなさい、ちょっと今お水切らしてお茶しかないんですけど、すみません。お茶はまずいね。おお、やばいやばいやばい。店長、大谷さんの様子おかしいですよ。何をしてらっしゃるんですか。あのな、おそらく2が落ちないと思うんだけどな。あ、本当ですか。味覚が爆裂だ。あんま感じあんねよな。なんなら甘いんだよ。おそらくやばいんだ。水飲むんや。なんか何だ別に、なんか意外とやっぱ、ね、これもう秘密ですよ、これ。飲むヨーグルトです。ほんまにありがとう。ほんまにありがとう。え、なんで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 。なんか唇白いじゃん。乗り切るための対策。なんかあるんか。あります。ちょっと持ってきますね。このままやとな。まずこちらね、紐のついた洗濯バサミ。こちら耳お借りしてもよろしいですか。あ、なんでもしてくれ。これ耳に僕がつけまして引っ張りますので。引っ張った瞬間にこちらのカレー食べて、もう説明する前に早く口やばいんや。あ、まあ、じゃあじゃあ、はいはいはい、こちら耳こちらね、すいません、あの大谷さんファンの皆さん、僕のことは叩かないでくださいさあ今つきました。まあこれでもちょっとね刺激あると思うんですけど、これ大丈夫かな俺引いたことないよこれ。あ、それと一緒に食べるってことだよね。そうです、僕が引いた瞬間に食べますんで、いきますよ。待てよ、口元持ってて、いくよ、せーの。おいやいや、なに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 もうこんなん関係あるないの。あ、これ関係ないっすか。おお、なるほど、関係ない。こんな何やっても一緒だ。本当ですか。おう、関係ないんだ。オッケーオッケー。おい、ホームラン。俺これいけんのか。はい。おい、俺芸人ちゃうねんぞ一応アイドルしてねんぞ。まあまあまあそうそう、アイドルってどういうこと。まあまあまあ、どういうことね。そうですね、フードファイター、フードファイターだからね、まあ、軽めに打ちますんで。ああ、全然軽めにな、お前。軽めに分かったよな、はい、音だけ出たらええから、はい、音だけ出たらバレへんから、はい、分からへんね、はい、あとで音量なんかいくらでもいじれない。そういうの言わないですよ。カメラもやってくれよ、ほんまに。編集だけ頼むぞ。ちっちゃい音出すよ。あんまそういうこと言わない。さっきまですごい敬語だったのに。いきますよ、せーの。あっお母さん、みゆくんから気持ちに東京出てきて、こんなことしてます笑ってください、せめて。え、皆さん笑ってあげてくださいさあギブ、もう普段分かれよ、はい、ギブ、はい、ギブセッいやお前強いんだな誰なんだよ。誰ですか誰だあの人。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、もういいよ、もういいよ、もういいよ、はい、お疲れ様でした。つらかった。いやもう頑張ったね。こんなに辛い仕事だと思わなかったですねまあでも僕やっぱ人に笑ってもらうの好きだなと思いました。あ、笑わせるのね、うん、こんなん言うとまたさせられるからあれやけどなんかまあ体張っててもみんなが笑ってくれるっていう状況結構好きやなと思いましたね、うん、新たな発見でした。こんなに明るだったことは怖いはずだったので、うん、そうだね、いい経験でしたね、本当に。辛いのは得意な方なんですか。いや全くです。もう本当にカレーとかも中辛で限界ぐらい、うん、なので、まさか俺がこの役をするとは思わなかったんですけど、リアクション面白かったですね。いやいや、良かったです。最後の方で、ね、小野くんが、はいはい、お母さんというセリフが、はい、これどういったことでいや、もう、やっぱ人って
って、死ぬ間際何思うんかと思ったら、やっぱお母さんだよなって。もうなんか五光が差したふわーっとしたお母さんいるよね。お母さんって思って。で、僕まあもう4月から三重県から東京出てきて、ね、あー夢の東京や。どんな素敵な仕事させてもらうかなと思ったら、もうこのありさまという感じ。という感じなんだ。まあ、もう辛かったんですけど、まあ、こういう姿を見てもらって、まあお母さんがね、見えて笑ってくれたらいいなと思って、やらせてもらいましたね、うん。お母さん泣いちゃうよ、本当に。泣いちゃうね、いろんな意味でね。泣いたら意味ないんだ。でもこれはこういうものやから。こういうものだからね。それは分かったことだよ。ということは、このコントは一番誰に見てほしいですか？いやお父さんです。お母さんお母さんやろ、そこ。そういうのもできると。さすがだね。はい、ということで、このコントがいいなと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。以上、僕たちはミルクでした。バイバイ。バイバイ。